はい、お疲れ様です。マッピーです。 HP アップにアタックダウン補正ということで、前に怨念アナンを使わせてもらったんですけど、まあその時にね、呪い楽しいなって思ったんで、あと最近ちょっと古いコマ使うのも楽しいぞってことで、今回はこちらですね。はい、正直勝てる気しないんですけど、この特級呪物ルーシーデッキでございます。ロスカリーダーでやっていくんですけど、これね、一時は猛威振るってました。このロスカっていうのがね、リーダー運用じゃなくても一応使えるコマなんですけど、リーダー運用して、こいつでね先行引いたら勝ちっていうね時期がありました。はい、リーダーで使って先行引いたら勝ちっていう時期があって、で1日1回負けても OK っていうね、いやその負けてもポイント減らないじゃないですか、シーズンマッチって。だから1日1回じゃんけん感覚でロスカで先行引いて、じゃあ今日負けちゃったか、まあでもポイント減らないもんねって言って1日1回だけやって、それでマスターに上がるみたいなことがね一時ありました。一時あったんですけど、まあ今はそんなこともなく、ロスカねこれスキルバッジついてるんで、で実際ね今解放されたらどうなのかっていうと、正直ねそんなに強くはないと思うんだけど、害悪であることには変わりないんで、まあ、ロスカは、ずっとこのままでいいかなって思ってますね。はい、でどういう性能かっていうと、一応知らない人のために、まあ、説明しますと、まあねこれはね、バッジのついてないロスカで見た方が早いですね。ということで、これですね。はい、これね、もともとはターン開始時のコマのうちの、自分のコマでキャラコマでないコマに2体ルーシー召喚のコンボスキルがね、相手の HP 13% 削りっていうターン開始時でね、やってくれるってものなんだけども、このルーシーがひっくり返されてね、発動して両面 100% で返すと、通常攻撃と特殊ダメージ両方返して、で、コンボスキルがね、相手の手駒を乗ろうってことで、まあ、要はね、こいつで先行引いて、こいつを初手出しするとルーシーが2体出てきて、で、カウンターだけでもうざいのに、コンボ呪いのね、ルーシーもいるぞっつうことで、こいつで先行引いて、もう初手に出して、2手目にベルゼブブ打ったら、もう試合終了っていうのがね、本当に一時あったんですよ。マジであったんで。まあ今でこそね、そのベルゼブブもバッチついてるってところで、そういう戦術取れないんですけど、まあ、やろうと思えばコロシアムでも同じこと、コロシアムでやれる、やろうと思えばできる。やろうと思えばできるけど、まあ、シーズンマッチだとね、それがご法度ということで。で、ロスカのスキルバッジについてはね、ターン開始時の盤面のコマで自分のキャラコマでないコマじゃなくて、もうひっくり返したコマに2つルーシー召喚になったんで、リーダー運用ね、一応今回やるけど、まあ、リーダー運用じゃない方が強いって感じですね、正直言うと。これもうサブ運用しようかな、これ。って思ったわ、正直。アナンリーダーでサブ運用した方がいいんじゃねえかって思うんだけど、そうしよっかな。そうしよっかな、今から。ちょっと待って、そうするか !OK! 予定変更です。ちょっとロスカリーダー、これ、ええわ。アナンリーダー使うわ。ちょっとごめん、また同じような動画になっちまうけど、そうしよう。そうしようぜ。使えるよね。使えるもんね。うわ。あ、その方がいいじゃん、これ。だってロスカリーダーで使っても、もうリーダーじゃない方がこいつにはもう意味があるからね。そうじゃん。そうだわ。ひっくり返した駒か。これネルガルみたいなもんだもんね。まあでもネルガル、待って、ネルガル一回性能見ていい？あーでもネルガルよりパーセンテージ高いのか、返しの。あーまあ呪うっていうのもね、害悪度高いし。ちょっとやってみるか。ごめん、ちょっとこれ予定変更で行かしてもらいます。ちょ予定変更ですね。ってなった場合、ちょこれブランジェッタとかやっぱ入れるか。ブランジェッタと、ニーブ入れよっかな、ニーブ。ニーブ、ニーブ、ニーブ。誰抜いてニーブ入れるか。どうしよっかな。どれも粒揃いだよね。こう見ると。まあ、アイシェ抜くか。これで、じゃあさっきと、あれ変わんねえや。これ、要するに、これあれだな。あれ変わ、いや、もう、知るか。行くぞ、俺は、これで。これ、ロスカリーダーじゃない方がええわって今気づいちまったわ。冷静に考えて。まあ、一時リーダーだってさ、あの戦法取れねえもん。バッチついてるせいで。あの戦法取れないんだったら絶対こっちの方がいいやんってことで。はい、これでいきます。はい。結局ね。結局、アナになっちゃった。すまんな。これちょっと、予定変更だわ。動画撮ってて、こんな一気に路線変更するの初めてかもしれない。まあでもこれサブでね、結局ロスカ引いてね、あの時の恐怖っていうのをね、叩きつけようと思います。ということで、相手夜明けですね。さあ、夜明け呪っちゃうよ。さあ、夜明けさん、あんた、あ、来た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 。最近ね、夜明けは、さあ、最近の駒だからさ、おめえ知らねえよな、この呪いっていう超害悪スキルが猛威振るってた時期のことを思い出させてやるよ。知らないよね、夜明けくん。知らないよね。見せてやろうか。ということで、にわか呪術回戦やっていきます。よろしくお願いします。呪霊操術、極の番、渦巻き。なんだっけ、合ってる？こんなんあるよね。なんだっけ、呪霊操術、極の番、渦巻きみたいなあれね。俺、にわかだからわかんない。あれだけ、それだけ知ってんのね。なんかその、
呪術廻戦俺ゼロだけ見たからさ、映画でさ、行くか、行ってこい、出番よルシー。オッケー、しかもこの位置呪われないっていうか、あの燃やされない、行ってこい。よし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 、さあうざいぞー、これはうざい、これはうざい。でもこれ思ったけど、ニーブとブランジェッタなんかコンボスキル使いたいからさ、アナンで入れたけど、アンチシナジーだなこれ、召喚のスペースが。まあいいよ関係ない、呪っちゃえば問題ない。さあ村場さん引いていく。ただねこれどうしよっかな、まあ、コンボ組むこと考えたら C2 の方が強いよね。火炎をどう取られるかだよね。だって俺角いっちゃうとさ、この E4 のルーシーの使いづらいしな。まあ、C2 行きますか。さあ1回呪っときますわ、1回呪って、さあ1回呪います。さあこれ夜明け、夜明けに呪え、夜明けを呪え、なんダメか、トップ引き、まあいいやこれで、はい呪いダメしっかり入る。さあこれ呪いトップの駒を切らないと呪いが継続するんでね、相手にとって非常にうざい。うん、オッケー、呪いを残してきたか、呪い残す。ちょっと考えますか、村正引いてるんだけど、ニーブこれ角ニーブ行ったとして、召喚一応2体狙えますね、一応狙えるね、やってみるか。これ2枚出して、相手 D5 打ってきても右下 X 打てば2体召喚狙える。ちょっとこれ呪い狙ってみるか。 OK 重なっていく、これ S 駒じゃない、いやそれかトモルだな、これトモルだったら激アツ、トモルだったらマジ激アツ。バーゲボかよ、ゲボかよ、それはまずいな、ゲボはまずい、いやゲボやべえな、ゲボうざすぎる。セックメと、いやーめっちゃ引き強いけど、まあ、セックメとですねこれね。で取らせて通常攻撃返しした後に村正で防衛だな。さあこれ呪い誰、なるほど、まあ、オッケー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 。いやこれね村正あるんで、ゲボのコンボ受けてこれでも F5 取ってくるよね、さすがにうざすぎるでしょ俺のセックメと。か許容してくるか、でも正直許容の判断が一番嫌だな。取ってきたらこれルーシーで通常攻撃返せるからね。おし、しかもこれ見て風邪ひいてない相手でかい。オッケー、これ通常返してオッケーオッケー、やってること強い、めっちゃナイス。でここで村正、ここで村正で村正出すんだけど2段耐えれるかな。いやオーダー D もあるし、いけるだろう、行くしかない、むしろこれで全てのオーダーが完了だ、行ってこい。さあここで絶望の村正、さあここで村正打って2ターン耐えたいですよ。 OK 五寸釘スーパーもして、五寸釘スーパーからどこも入れて、でさらに呪いも入っていく。ただ相手ゲボあるから俺次のターン飛ばせない可能性高いな。誰呪う、 OK 夜明け呪うな、ナイスナイス。さあこれで、しかも相手これトップの駒呪ってるから、いやさすがに、うわー強っ、強すぎだろそれ。いやートップアルメンダリスマン、待って死にかけなんだけど、やばい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 、なんかいけなんかいけなんかいけ、うわリーニーか、いやこれ無理じゃね、ちょっと待って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 、え何打てば勝てるの、3枚返しして2800プラス呪いか、無理だね、飛ばないね飛ばないね、えきつすぎるっぴ。一応マイティ張って通常攻撃返しでワンチャン狙ってみる。いや無理なんだけど、なんでそこでアルメンダリス引いてんの、えぐすくねえ、ぐくねえ、やばい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 、アルメンコンボで死んじゃうよ、やめて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 、いやこれゲボコンボ組んでくない、ゲボコンボ組め、ゲボコンボ組め、ゲボ組め、頼む頼む、これで負けるのそれ納得いかないっす意味わかんない。あえ待って追撃、いやあー無理、いやいけるかこれ、いけるわ、いける、おぶねえ、あ危ない、危ないよ、危なかったね、よく勝ったね、ナイスだね、危なあ、危ねえ、それしか多分火力出る子もなかったんだろうな、危なすぎだろ、なんでこれでここまで追い詰められなかんねん、俺九州とゲボじゃないわ村正張ってんのに、危なすぎだろ、ファッキンファッキン、こんだけ呪い戦法しといてこんだけ呪い戦法しといてなんだけど、ファッキンファッキン、よし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 、勝ったからオッケー、勝ったからオッケー勝ったからオッケーよ。いやこれ初手ロス勝ったらマジ凶悪だな、懐かしいわ、昔はねこのロスカ本当、あーでも今でこそさこのメルベとかあるもんね、ロスカね使われることは多分ないだろうな、バッジ解除しても。
なんか言うてロスカ今リーダーであの性能で出されたとしてステータス低いし、先行ロスカできたとしてそんな強いかって言われて怪しいね。ぶっちゃけメルベの方が安定するだろうしな。うん、とはいえその凶悪さ害悪さ忘れてはならない。後世伝えないといけない。はい、よいしょよいしょ。うん、まあ言うてなそうだよな。ワートリコラボのヒュースみたいなもんだもんね。ヒュースよりも一応あれか、カウンターダメージは高いし。でハデスめっちゃ強いな。やめてや、そのトップ引き。いらっしゃい。まあ村松張るしかねえや。よいしょ、あ、よいしょ、よいしょ。メルベ対面呪いの通り悪いな。まあそもそも呪い引いてないってのもあるけど、でもこういう盤面になってしまうと、ヤコを引いた方が強いんだよね。ルシー引くより。いて、毒食らって、しかもコンボベロヒルが強いね。いらっしゃいませ。セグメント、どうするこれ、取るかこれ、ワンチャン取る、やってみようやってみよう。俺 F4 がハデスだからめっちゃきついと思ってるけど、やってみるわ、せっかくだし。 OK、 呪え呪え、ゴリ押しゴリ押し。まあでもコンボベノムヒル受けるのもすげえやだわ、あのファビオのめっちゃやなんで。あー、でこれでね、オーダー C の発動は割と絶望的ですね。しかしここから発動できる方法あります。召喚引きましょう。召喚引いたらある、ダメか、まずいな。まあとりあえずベルグレーで出しておいた方がいいですね。よいしょ、 OK、 特殊ダメージ削って、呪いが呪いどれぐらい入る、呪え OK、 トップ引き800ダメで、これ召喚引こう、召喚召喚召喚、特にルーシーとか引いてくれたら。あー、これルーシー欲しいね、ルーシーめっちゃ欲しいね、ロスカ欲しいね。いやでも言うてきついな、そのユースヘルミ引き見てから。夏ブラはもう間に合わないですね。どうしよっかな、これ割と絶望的だなまあ、ハデスコンボ強要ですねこれはね。ハデスコンボ許容して、で呪い入れて、なんとか2回コンボ組める形整えられねえかな。一応あるとしたら D2 にハデスコンボ食らった後、右下 X ロスカ打って、わら人形コンボでワンチャンあるかなぐらい、それぐらいしかない。ただハデスコンボがバカきつい、とにかく。でも分かってるけど、ここ打たないと俺も形残せないんで OK。これワンチャン、オーダーD発動しないのか、まずいな。はい、リーニー、いやこうなると E1 リーニー以外ありえない。こっち行って、まあ、リーニーこれ場に残す形作って、で次イグナツで飛ばすしかないですね。で相手がリーニー取ると奇境姫のコンボ残る。ハデスコンボ4に受けれる気がするんだけど、これ骨活動してないからいけそうじゃない、なんかいけそうな雰囲気しない、うん、それ食らうけど、いやこれなんか耐えれるんじゃない、やったねー、耐えれた、危ねー、やったねー、危な、普通に D に先来てたら結構やばかったけど、なんとかなりました、よかったー。多分ロスカリーダーでここまでは戦えてねえだろうな。路線変更してよかった。よかったよかった。安心したわ。マジで路線変更してよかったわ。まあ、またアナンかよってちょっと思われるのもちょっとね、申し訳ないんだけど、まあ、昔の動きできないから、ロスカもう。あれできないから。でも、もし昔の動きできたとしてもさ、俺高校引いた瞬間、はぁ、あ、高校かって言ってるのがもう目に見えるわ。目に見えるよね。じゃあ行こう。このままいっぱい勝たせてください。あ、リアンツイル来た。来いよ。いいね、2部引いてんの。まあ、
旦東亜で嫌がらせしとくか。これでハラスして、一旦嫌がらせのこの特殊返ししときますわ。ディアンツィール出すかいいのか。おお、ロッキングピーポー、ロッキングピーポーっすか。はい、危ねえ危ねえ。よかった、イグナスアタック低くて。イグナスじゃないわ、2部。よかった。じゃあ2部出しますね。でこっち打ってこっち打って嫌がらせしちゃおう。もういつ俺はリアンツィールを出せるのかって気持ちにさせる。あ、オッケー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 。しかもアンチール切ってくれた、ラッキー。オーダー D よりも手前で出してくれたね。ってことは次リアンツィール狙ってる口か。まあ一旦リーニー出してからセグメントでいいんじゃ。あー、でもセグメント出してリアン以外呪ったら呪ったらそれ強かったな。あー、確かにこれセグメント出してもよかったね。ミスったわ。リアン以外呪ったらリアン出すタイミングでだいぶずれるし、まあいいか。次の2部に合わせるわ。 OK で、これね、召喚の場所によっては D1 もあり。覚悟はいいかしら。セクメとベレンジュ、あー、そっち、いや、ありだな。これ3回コンボいきますわ。ちょ、D1 いくっすわ。さあ、一気に乗ろうぜ。リアンツィールじゃなくて、なんだ、2部の召喚に呪いと2部の呪いと、セクメとで、うひょー気持ちいい、うひょー、呪え、呪え。うわー、やめて、あー、もうダッシーが組めなくなっちゃう。おい、俺のオーダー C 組めなくなったじゃねえか、グノーのせいでよ。やってくれたな、貴様。いや、ただね、もうもはやオーダー C 組まなくても俺勝っちゃうぞ。これ呪われてない子は呪んでる、セグメント確定で。よっしゃ、呪え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 。 OK、 バイセバイセ強いね。しかしここに火、よいしょ、守護者か。守護こっち行って、じゃないわ、ファビオこっち行って呪い入れて、でリーニーコンボ2000出るから B6 打ってきたらイグナーツプラスリーニーコンボプラス呪いで勝てる気がする。何、トゥルラでヒール入れてくるか。やるねやるねやるね。しかしこれで飛ぶかどうかちょっと一旦計算だ。2800の、あ、飛ぶなこれな。はい、じゃあ行ってきます、行ってきます。これ呪い込みなんで行きます。よいしょ、はい、よいしょってことでひでえひでえや、我ながらひどいぜ。呪い楽しい。いや、怨念アナンおもれ、怨念アナンおもろすぎやろ、おもろすぎやろ。アナンだけでどんだけ動画こすれるんだろう。もう召喚のあの魔の召喚、今まで出た召喚後、まあ、アナンと相性いいから使いますで何回でも動画撮れる気がするんだけど、ネルガルの時からずっとそう。アナンおもろいな。お、猫好きじゃん。なんだこれ、チェシャ猫みたいなやつじゃないこれ。こっち見て、なんかすげえクスクスしてるけど、クス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 。おっとおっとっと、耐久ですかな。香ばしいよ、いや香ばしいやつ来たな、香ばしいやつ来た。いやでも今日の補正ガブはもう耐久でよくね。決め打つ、これ決め打とう。耐久や、よかったイグナツキって。キリン引いてるもんねこれ、うん、ただこれ先行引いたの割と絶望的、割と絶望的ですね。どうしましょう。一応リーニー出して、耐久どうしようかな。先行ってのがマジでシャバい。てか耐久多いな最近。まあ今日 HP 上がってる補正ってのもあると思うけど、どうする。はい、トップ引き、ララノはそこ切ってくるか。いらっしゃい。まあこれブラジェ取られることないと思うし、ここで置いちゃおっかな。うい、うい、どうする。俺これ俺どうする。クロトラ定石やってみる。前回使われたやつ、あれ使われたやつ俺が使うっていうのあり、これ通ると思う。ちなみにネタバレてたら俺死ぬけど、やってみっか。
一応やってみっか。よいしょ、やってみよう。黒虎城石やってみよう。オーラ呪え、キリンを呪え。うわダメだ、トップ引き。まあいいや、トップ引き呪ったんだったらその内容次第、内容重視でやっていくぜ。俺はこの会場10にな、響かせるぜ。おっと、オッケーオッケー。呪い使うけど D6 打つんだね、ちょっと意外、ちょっと意外なとこ聞いたね。はい、ロスクロスクロスク。ちょっとこのララノアじゃあれシャバインで取ります。はい、セグメント頼む頼む、いっぱい呪え。オッケー、ここでキリン呪ったの熱くない？ウォルプターサのコンボさあ使えないからね、これキリン切る場合。キュ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 、でかい。でできればロスか2枚返しとかで使いたいか。これちなみにこっから先俺どうすればいいんだ、あまりわからないよ。なんか割とライブ感で打ってるけど大丈夫、割とライブ感で打ってるけど大丈夫これ。よいしょ、よいしょ。どっかでアナン捨てたいですね、コンボ狙い。オーダー D はねまあほぼほぼ無理だと思うんで、って言いながらさ、このネクベトとか入れてるあたりさ、あとこのオーロボタスとか、これなんか耐久じゃないんじゃないの。キリン捨ててきた、ついにキリンを捨てて、ついにキリンを捨てた。どうするこれ、ロスか打つか。お前お前出番か、2枚返しだけど、ここ出番か、お前出番よルーシー。やってみるわ、うぃー、ほらいっぱい出てこい。呪霊操術極の番渦巻き俺がさ、なんかあれなんだっけ、あいつ下等の真似したらさ、シャンクスみたいになるんだよ。ルフィルフィ、安いもんだ、上の1本ぐらい全然似てないしな、そもそも。さあ4枚打たれる。えこれ右上 X で相手盤面めっちゃきつない？D2、 これきつくね相手めっちゃ。やってみようかな、もうやっちゃうよ、呪っちゃうよ、あ呪っちゃうよ。でこれ右下 X 打たれて、はい、あいや意外とそうでもないかこれ。ちょっと待って、村正 E6 打ったら F5 打たれて俺 F6 入らないか、ダメだな。まあ一回チャーニゴスか、一回チャーニゴソ、一回チャーニゴしときます。ね、なんか相手 HP めっちゃ減ってない、気づいたらめっちゃ減ってる。はい、でいやでもこれ意外と、アンチヒール E6 でよくねこれ。やってみよう、やってみよう。で F5 打たれても D2 打ってみたいな、で F6 来る場合はもう C6 から入ってアンチヒール守ってみたいな、的な。右側全部取られるけど、まあいいでしょ、もうこれでアンヒ打っちゃうもんね俺は。えシーラーザーディング、呪われたのはシーラーザーディング。はい、アンチヒールレッツゴーレッチャラウェイ、レッツゴー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 、レッツゴニーブレッツゴニーブ、呪い呪い、どんどん呪え。右側全部取られっけど、もう関係ねえ、呪い倒す何回俺呪ってんだルーシーで、半端ねえわ。特級呪物でしょこれ、ナツワルキー、ナツワルキー、呪われたのナツワルキー。まあいいさ、かまわんかまわん。ナツワルキーうざすぎるな、これ一回我慢してアナンコンボ狙ってよくね。
呪い放てるのもめっちゃ強いけど、ちょアナンコンボ組むなら今だと思うわ。夏歩き組まれてるし、アナンコンボね、これ実はね 14% 削りできるんですよ。しかも毒ダメで強くね。これめっちゃ俺のペースだな。呪い次2個入るぞ。フリー G や。ちょっと待ってね。 D2 から打たなくてもいいか、わざわざ。一応左下 X 空いて強制的に。あーでもあれか、ルーシー消されるのうざい。一応こうします。でこれで左下 X 来たらセグメントのコンボつながるんで強っ。えこれ勝った説ない。3呪いだよ。ひょー最強や最強や。ルーシールーシークイーまあさすがに呪いなんでね、負けたくない。まあ前回それで負けたんですけど、よしよしよしいいね。ロスカ強えロスカ強えナイスよ。おい流行っちゃうかこれ、ロスカアナン。まあそうだよな、ロスカスキルバッジで対応されてるけどリーダー以外でも使えちゃうんでね。まあむしろでもこの性能だとリーダー以外で使った方が強いかな。はい、リーダー性能って感じでもないしな、もう今や。はい、まあ、昔ね一番ひどかったのはね、吉野リーダーから先行初手ロスカとかもあったから、これガチで嘘じゃないよ、マジだったからね。まあもうちょっと最近まで遡ると、それこそさ吉野リーダーからさサブマフェリーとかサブアレスとかサブルシファーとかあった時期もあったでしょ。そんなもんよ。それをさらにね深掘りして大昔まで持ってくと、吉野リーダーから先行しょってロスカとかもあったからね。ってことでここロスカ行こうかなって思うんですけど、皆さんどうでしょうか。さあ、会議の結果閣議決定いたしましたことを報告します。ここにロスカいます。はい、マイティね、これは俺のオーダー B に対してのマイティですね。なんだと、そらなんだとだよな、うざいよな、俺もそう思うわまさかロスカ来ると思う前、俺もそうだもん。うん、俺もそう思う、オラもそう思う。こんなところになんで俺はロスカを言ってるんだ。でさっきと同じでこれ B さんから行きたいんだけど、引き見てからよいしょ。うん、村正いいじゃないですか、最高や。一旦投影出します。さあ誰乗ろうかな、選ばれたのは誰かな。おい一番右、よし、はい、選ばれたのは一番右。左3つぐらい飛ばしてるからね。べっぴんさん、べっぴんさん、1つ飛ばしてケラブさん1つ飛ばしてケラブさんだった。ケラブ何強っ。俺の召喚に対してその動きは非常に強い。じゃあマイティで一旦口づけ、一旦唇塞いとくわ。このケラブの一旦これケラブちょっとあれして、ね、乗る誰誰乗る。ああオッケー、べっぴんさんの隣、べっぴんさんですね、べっぴんさん乗ったわ。さあべっぴんさん、あべっぴんさん、べっぴんさん、今日でべっぴんさんですね。さあ日高に豆なんでね、で右から3番目は一つ飛ばしてるからべっぴんさんじゃない説あるけど、わからん。そんなこと言いながらべっぴんさん出てきたらちょっと俺回せる。うわこれファビオからでも行くね、ファビオから行こうかな。村正後出しでもいいよね、むしろね F3 のペレツを回収できる可能性があるからファビオ打っちゃおうと思ったけど、これまずい。あー大出しやつをしてるやん。それ誰乗る誰乗る。あべっぴんさん、べっぴんさん一つ飛ばして、誰だお前、お前誰、お前誰。おお、ファビオベッピーさんじゃなかったらしいわ。でもあの呪いを保持したのはなんだ、まあ、とりあえずここをベノムヒールと村正でいいか。そう先に村正打っちゃうとね F3 のコンボスキル、あのそう村正のコンボに対して F3 の穴駒発動も怖かったんで、これでよかったですね。さあこれでベノムヒール入れて毒入れて、さあ一つ飛ばしてね、ちょっと引っ込みじゃな子がいるな。あの一番右の駒なんだあれ、呪われてんの。ちょっと引っ込みじゃんじゃない？
あんた誰ですか。誰だよ。誰が乗られてるんだ。ああ、べっぴんさん飛んできた。イリアスべっぴんさんですね。でもこれロースカ、うざ、ロースカの、ロースカのダメージ返しが強すぎる。うざすぎる。ミスった、それミスったよな。それミスったわ。そりゃそうなるわ。久々に撃たれたもんな。もしかしたら撃たれたことない人かもしれないし、ロスカっていう存在知らなかった人かもしれないし。ってことでこれで終わらせましょう。マディス・マディンさんだった。よいしょー。よいしょーっつってね。はい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 。あれ強くね。あれ大丈夫。ロスカ入れたデッキで6連勝してるけど大丈夫。強くねこれ。もしかして強くね。楽しい。ロスカ楽しい。いやー、まずい。こんな呪いに、呪いに喜びを覚えてたら、俺はどっか、なんかな、まずいかもしれない。まずい衝動に駆られてるかもしれない。マイケル・スコフィールド来た。俺プリズンブレイクガチに若だからな。モノマネやってる人のやつ見たことあるくらいなんでね。全然知らないけど。とりあえずそのシーンだけやるわ。スコフィールドやらせろ。俺これだけ知ってる。あるで、なんかそういうシーンあるんでしょ。知らないけど、全然知らないけどさ、スコフィールドやらせろっていうやついるんでしょ。なんだっけ、若元さんボイスの人。若元さんのさ、VC 若元キャラいないよね。オセロにあっていないよね。いたら面白そうなんだけど、めっちゃ強そうじゃない。 VC 若元キャラコラボでもいないよね。多分いないよね。まあまあまあ、ギルガメからバイセ香ばしいけど。おう、セクメント来た。でも一回夏バラから行こうかな。オーダー C 目指すぞ。でさ、これさ、次ロスカ引いたらさ、あーでもあれか、これ X 来るのか。これ C に来たとしたら、次ロスカ引いたらイーサンウッドだなと思ったんだけど。あ、ロスカ。これロスカめっちゃチャンスじゃない。めっちゃこれ領域展開できるよ。これロスカ引いたら。イーサンから入ってさ。はい、やってみる？これやるか。めっちゃ歯茎だけど。いや、やってみるわ。ルシーで、こっからゾノバ召喚入って盤面マゴマだらけ。やってみる。おもろいからこれやろうぜ。ちょっとこのヤシのコンボスキルだるいけど。痛い。で、これは相手、これ矢筒がシャバいんで。オッケー？どうしようかな。矢筒シャバいから。まあ、ヤシの火力800ぐらい。いや、タンクじゃん。そうだ、800だな。まあいいや、これ。待って、セクメント打った方がよかったかな。ちょっと雷撃返ししとこうかなって思って、こっちにしたけど。で、B4 に対して、まあ、X でも D5 でもどっちも強いんだけど。OK？ ちょっとコンボ雷撃か。やりづれえな。コンボ雷撃やりづれえな。ちょっと考えさせてください。いや、セクメント打つならもうこのタイミングだよね。いや、さすがにちょっとコンボ雷撃だるいんで取ります。よいしょ。まあ、つっても言うてトウヤでダメージ返せてるから D5 でもよかったかな。 D5 の方がこっちのコンボ的には強かったんだけど、呪いで、オーダー D 発動ここでしてくれたらでかいんだけどな、してくれなかったらやばいかもしれない。OK、防衛してくるんだったら、次のターン耐えれる気がするんで、98でしょ、耐えれるよね、多分。OK、じゃあこれ D5 リーに打ってからイグナートでワースか。よいしょ。で、はい、呪いどれぐらい入るか。よいしょ。OK。オッケー。これ耐えれるでしょ、このキャラゴマ数だったら。で、次、イグナーツで終わりだ。
はい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 。大丈夫。大丈夫だ。イエーイ。あれ今日アナン強くない？めっちゃ勝てるんだけど。おや？アナン日和かこれもしかして。強ー。びっくりするぐらい勝てるな。ありがてえわ。めっちゃ漏れるやん。大丈夫？大丈夫？こんなに勝てると思ってなかったよ。行こう。さーてと、またまたロスカ引かしてもらえるか。おお強そう。月間ベスト106万勝？半端ねえっす。半端ない人来ました。お願いします。わおつくみ来たね。あーこれつくみはさすがにつくみ強いよ。しかしオッケー、ショートベルグリでアジャスでミラもあるね。相手のオーダー D に対してアンチヒールがめっちゃ強い。よいしょ、オッケー。割と理想の手駒ではあるね。はい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 、オーリーク打たれる。これさ、ロスか C 打ち切ない、引いたらワンチャンない？あ、ダメか。まあ、そもそも引かないからしゃあない。で、この手駒だったら何いきます。うん、そうだね。風車でもやったんだけど。ギャース。ギャー、まずい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 。つくみフェルノートやばいっす。OP、それ。はい。はい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 。まあ、とりあえずブランジェッタですね。トリマブラジェレで、うーん、オーダー C はまあ適当にやれば組めそうですけど、ロスカうまく使えるかな。こっからカード来る、召喚見るか。うーん、 B さんありじゃないこれ。はい、ニーブは弱いブー、グッバイ。まあ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 、相手オーダー C はもうほぼ角で組めるな。あーやばい、そこでペトラ飛んでくるのはちょっと強すぎるっぴ。いや強すぎるっぴ、やばいっぴ。もうだってオーダー D 発動まで、オーダー D 発動まで持ってかれたんだけど、やばすぎだろ。それやばすぎるっぴー。イグナーツだったか、こんなマイティ言ってる暇ねえな多分な。でもイグナーツ打っちゃうと半分いってミラーが腐るんだよね。なんでこっちにしたんだけど。デュンディ、いや A さん美味しいけどね。 A さんじゃない、 E さん、 E さん美味しいな。ワンチャン勝てないこれ。これミラッチ打ってロスカはちょっと時間ないっす。でミラッチ実はコンボ強いんだよ。3000ライフバだから実は強い。ワンチャン勝てるぞこれ。相手こっから動線、あー右下 X があるね。右下 X からがやばいか。はい、ファニーいてー。5485、いやー割と際どいな。際どいなこれ。いや耐えるしかなかろうこれ。 F3 飛ばしに行けないよな、さすがに5枚6枚返し、エンジャーの5枚返ししても無理だね。はい、耐えるしかない、耐えるしかないんだ。頑張れ。左下 X 耐えれば勝ちる。2400、単体3000、やめてくれ。絶対出てくると思うけど、メイティスとかバイゼとかやめろだよな。どんまい。いやこれもう1防衛があれば、まあ、村正ってワンチャンじゃないこれは。あ、無理か。村正あっても無理っぽいな、今の火力。えぐすぎ。いや、どんまい。つくよみね、ちょっとね、ノートペトラまで回られたらさすがに無理ですね。よう頑張ったよ、俺たちは。いや、俺たち頑張った。頑張ってるんだ。頑張ったよ。梅昆布さん、よろしくお願いします。え？自己紹介、井上和？
井上和彦さんのことですか？俺の好きな声優のことかな。カカシの声の人なんだけど、好きなんだよね井上さんの声。知ってる人少ないと思うけど、レジェンズっていう、いやレジェンズかあのレジェンズっていうアニメがあって、それのシロンっていうキャラの名前、あのそのキャラのね声もやってるんだけど、マジかっこいいんだよな。わー、初手悩むやつ。いやまあこうですね。ロスカどうしよっかな。ロスカどうしよっかな。このさ、今従来のロスカだったらもう初手から打ててるんだよね。ちょっと考えさせてくれ。どうぞよろしく。オッケー、こちらこそ。待ってね、よろしくなんだけど、こっち行こうか。で2枚ロスカして、あの盤面マゴマだらけ戦法的な感じで行ってみます。なんか成り打ちとかしてもさ、ニーブとロスカのなんか競合がめちゃくちゃ難しい気がする。これニーブの召喚甘くなるけど、あーやばいことになってる。ちょやるわ一旦。これで B 中打たれるとニーブの召喚甘くなるけど、まあ、言うて強いでしょ。で X 来たらニーブ2体召喚入るから、それそれで OK。オッケー。いやこれ A2 か、 A2 切ない、ロスカコンボゴリ押し切ない。うわーめっちゃ手こまつ。やるかこれやるしかねー。行ってこい。よし、五寸釘スーパー。あ、でも鬼がかってるな。うん、本当鬼がかってるわ俺も。やべ、シンシアが呪われない。いやでもこれはえぐいよ、この呪いの数。呪え。何？アベルだと？めっちゃ燃やされるやんけ。やめてや。いや、シーラね。俺、ムロマサ出すもんね。シーラね。俺はもうこの火力を出すということしかもう頭にないんだ。すまないな。やったぜ。しかもシンシア呪ったぜ。やったぜ。どうすんのこれ。めっちゃきつそうだけどな。俺も S 全部切ってるからね。これ以上のサプライおい、いやまあでもどっちだこれ、分からん。普通に切れた可能性もある。だってまだ相手戦える感じするけどな、パッと見。でもあれか、俺オーダー CD 残ってるからきつ。おうおだし、はいはい、ゴリ押し、呪いゴリ押し。これ風邪ひくなよ、風邪ひくなよ。いやこれ通信切れてると思っても雑に F3 打っちゃったけど大丈夫かな。風邪ひかれてたらやばい。風バリアー同じークソ、お世話になりました。やばいかもしれない。わりかしやばいかもしれない。まあでも呪い入ってるしな、めちゃくちゃなんとかなる。いた、アベル終わるよねそろそろ。よし、いやー大丈夫かな、なんか心配になってきた。不安です、私不安でしょうがないわ。不安だよ、大丈夫これ。こっからまさか風ボルグが来ると思ってなかった。ワンチ負けるんじゃない。風なんか相手これ動いてね、意志持ってる気がするんだけど、意志持ってるとしか思えないんだけど、
なんか風めっちゃ打たれてるんだけど大丈夫。でも呪いの駒全然切らねえな。まあ、早く終わろうぜ、早く終わろうぜ、安心させてくれ俺を早く。おりゃ呪い食らえ。でもこれさ、結局あれだ、風連打してるけど呪いがめちゃくちゃ入ってるわ。多分呪われた駒に風がいかないんだろうな。キョ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 、さすがに勝ったか。うー、危ねえ危ねえ。ふう、さすがにこのクソクソムーブしたからには勝つしかないよな。ありがとう。クロエ、クソクソムーブだ。クソすぎる。あまりにもクソデッキ。でもそのクソさゆえに気持ちよすぎる、勝った時の。勝った時気持ちよすぎる。すまない、こんなデッキ使っちゃって。ということで今日はここで終わります。ロースカツ買いましたけど、特級呪物ルーシーでしたね。非常にね、ルーシー強かった。まあうざかったね。別にこいつじゃなくていいところあるんだけど、まあ、アナンと相性いいっていうところはまあいいですし、意外とね 100% 返しうざいね。相手このルーシー返すの結構ためらってる感じしたもんな、やってて。序盤引けたらめっちゃ強いね。うん、まあ、ネルガルの時と同じ感じになっちゃったけど、ネルガルと違って、まあ、コンボスキルがあの呪いなんで、万竜以外だったら大体通るし、対面次第ではその呪いによってゴリゴリ削れると。で相手のなんか動きを二分できるんで、まあ害悪って感じですね。めっちゃ強いっていうよりは。でも意外とそれで戦えてるんで、まあ良かったと思います。ということでこの動画面白かった人ぜひ高評価チャンネル登録、そしてこの、ちょっとねルーシーリーダーで最初やろうと思ったんだけど、まあ急な路線変更ですいません。まあでも面白かった人ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。コメントも待ってます。じゃあお疲れ様でした。また次回お会いしましょう。さよならバイバイ。